傍聴という言葉は、誰知らぬものもないほど、近頃流行の言葉であるが。では、傍聴とはどんなことかと聞くと、秘密を漏らさぬことだ、鉄国の重宝を防ぐことだといった風な答えが多い。中には、スパイを防ぐことだという返答をする気の利いた人もあるが、さて一歩踏み込んで、スパイとはどんなものか、スパイはどんなことをしているかなどと聞くと、はたと行き詰まってしまう。こんなことで、 我が国の存亡後輩に関すべき重大問題であるところの膨張はできない。この際、国民は、膨張とは、幾百万の大軍を動かして、陸に、海に、空に、地味泥の聖戦を続けつつある国家の総力を挙げての武力戦と愛好をし、かつ、それ以上に、重大な結果をもたらす武器なき戦争に、国家の全身全霊を動員する防衛戦であって、もし膨張が不十分であったなら、いかに、 武力戦において対象を博しても、我が国は滅亡すべきものとなることを十分認識しなければならぬ。全欧州大戦のドイツを見よ、武力戦においては、あれほどの大勝利を得ながら、なぜ、敗戦国としての浮き目を見なければならなかったか。これは、実に、傍聴の不十分から起こったことである。傍聴とは、秘密を漏らすなくらいの軽症な問題ではない。死をとして戦いつつある、第一戦の兵隊さんたちと共に、 15の国民が必死の勢いで戦い抜くべき武器なき戦争であることを忘れてはならない。近代の国防は国家総力戦である。国家のあらゆる要素が戦争に参加することは説明するまでもない。したがって、高度国防国家の建設などの言葉が使われているが、この国防要素とはどんなものか、いろいろの見方があろうが、 その一つの見方としては、人的要素と物的要素の二つから、なると言える。人的要素は、主として人口と思想であり、物的要素は、主として資源と生産である。還元すれば、国防の思想面と経済面であって、質と数とに関する問題と言える。この国防要素が発達すれば、その国は栄え、これに反すれば滅びる。 戦争とは、この国防要素を人為的に破壊して、相手国を我が意に従わせることであると言える。従って、かかる国防要素を破壊するには、必ずしも、武力をもってする必要はない。しかるに、国民は、一般に戦争といえば、すぐに陸海空に展開する華々しい武力戦を想像し、より恐るべき武器なき戦争が、平時から着々と行われていることを知らない。この恐るべき武器なき戦争を、 仮に秘密戦と称する、すなわち戦争には秘密戦なる形式と武力戦なる形式との2種がありいずれも国家の総力をもって戦うべき国防行為であってことに秘密戦は直接目に見えぬ舞台裏において平時から絶えず行われており国家の命運を左右することの大なる武力戦の日ではないのであるこの恐るべき秘密戦に対する防衛戦がすなわち膨張である 秘密戦の必要性、国家の総力を持って戦う近代戦において、単に武力戦のみにては、戦争の終結に、超年月を要するばかりでなく、著しく国力を消耗して勝者といえども、国力の回復は非常に困難である。したがって、各国ともに人的物的要素の存亡を極力減少し、なし得る限り、速やかに戦争の成果を上げるため、秘密戦によって、武力戦の発生を見ないうちに、 相手国の国防要素を破壊戦とするの必要を痛感し、また、たとえ武力戦が発生しても、秘密戦を併用して、短期かつ有利に戦争を終結戦として、兵素から、盛んに秘密戦を実行し、着々、その成果を上げつつあるので、今時の欧州大戦におけるドイツのやり口を見ると、いかに、この種、秘密戦が必要であり、効果がないであるかを痛感されるのである。秘密戦の可能性、近代文化の高度化と、 あらゆるものの国際的共通性と関連性とは秘密性を可能にした。すなわち、文化の高度化は、武力の質を向上し、その量を著しく増大した。昔のように、刀と槍あるいは弓矢で戦争していた時代には、軍需品は普段から用意しておくことができた。鉄砲ができても、ひ和銃の時代には、大して弾丸もいらなかったが、科学の進歩につれ、火器が非常に発達し、 貢献も大きく数も驚くべく増してきて、消費する弾丸砲弾の量だけでも、おびただしい数量に達した。それに、飛行機、戦車、軍艦、機械化部隊など兵器の進歩するにつれ、しかも、その質と量とによって、戦の勝敗が決せられるようになるにつれ、戦争に要する軍需品の量は、天文学的数字にまで達するに至った。一方、運輸通信の進歩発達した結果、大兵力の運用が、 容易に迅速に行われるため、動員される兵員の数も非常に多くなり、軍隊の消費する軍需品は、莫大な量に上ってくる。こんな大量の軍需品、しかもどんどん消費されてなくなっていく、軍需品を製造し、あるいは補給していくには、どうしても国全体を上げてかからなくてはならなくなってきた。国全体が戦争にかかるとなると、戦争は、戦線だけではなく国内も戦場となり、 15の軍需品製造が間に合わなくなると、戦争は負けるということになる。軍需品を作るには、物と金と人がいる。そのどの一つがダメになっても、戦争は負けてある。そうなると、戦線で押したり引いたりしているより、直接、国内の生産力を破壊した方が、手っ取り早いことになった。国と国との関係が密接になった現代では、苦しい思いをして、自給自足をやらなくても、安く、 他国から必需物資が得られるばかりでなく、莫大な軍需品の量を自給することは、どの国でも不可能になったので、国防要素の破壊が必ずしも武力でなくてもできるようになった。例えば、鉄の少ない国へ鉄を送らねば、戦争はできなくなる。ガソリンの少ない国へ、ガソリンを送らなくても同様である。また、文化の高度化は、ますます、世界各国間の時間的空間的短縮をきたし、パリでの流行は、 すぐに東京で流行するように、国際間の共通性と関連性は、ストライキやサボタージュをやらせて、国内の生産力を低下させ、戦争遂行を妨害することも容易にできるわけである。かように、秘密戦の必要性と可能性とは、武力を用いないで戦争に勝てるため、その方が安上がりで良いから、各国とも、秘密戦に薬起となるのは当然である。したがって、今後とも、 秘密戦の価値が、ますます高められていくことと予想される。外国の例。1、全欧州大戦で、ドイツの先輩が、15の崩壊からであることは、人の知るところである。2、全欧州大戦で、帝政ロシアが急速に倒れたのは、ドイツの秘密戦による革命である。3、 日露戦争におけるロシアの屈服の裏には当時の秘密戦の成功がある。4. 今時の欧州大戦前、独ソ不可侵条約が締結され、ドイツが前の欧州大戦と異なり西方作戦に専念し得たことも外交秘密戦の成功である。5. チェコの無欠戦領、オーストリーの併合などは外交及び思想秘密戦の成功だと言える。六、デンマーク及びノルウェーの電撃作戦。ことに デンマークの電撃作戦の成功は、ドイツ第5部隊の活躍によるものである。7、ベルギー皇帝以下、約40万のベルギー軍降伏も、外交秘密戦の成功に起因している。日本に対して行われた例、1、移民法によって、我が国の人口問題の解決を圧迫し、裏から、三次制限をもっともらしく奨励し、伸び行く日本の力を減災し、 戦時下日本の現在の人口問題に一大暗礁を生ぜしめた。2、ソビエトの世界赤化の東方における目標としての日本が、いかに石化思想に毒せられたか。3、全欧州大戦後しばしば開かれた軍縮会議や平和会議で、巧妙かつ自然に、我が国の軍備が不当に縮小され、日本の発展を阻害されたことか。シナ事変勃発の最大の原因は、ここに損している。4、A、 A、その支援によるシナの要求後日のごときは、有色人種を思想して、日本を打倒せんとする秘密戦である。5、日本に対する各種の経済圧迫と、耐えざる炎症により、日資料国を批判せしめ、武力をモチーズして、東洋を平等せんとする秘密戦に注意せよ。